モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼント。この糸物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの。もともと牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。はい、しかもね、糸島は博多アマオもすごくすごく美味しいところだから、イチゴソース作ってみたらこれもすごくすごく美味しくなったので、ヨーグルトにかけて食べたりだとか、それからバニラアイスにかけて食べたりっていうことでね、はい、はい、あの美味しいセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしていよいよあと1週間と半分です。3月28日日曜日は11時からとお昼3時からの2回公演、少子中人のおもろい落語会開催いたします。ありがとうございます。まあチケットもね、たった2時間で売り切れてしまって、はい、あのいろんな方法だったんでね、もうどうやら2時間で売り切れるっていうのは速感だったみたいです。はい、はい、もうそれだけのね、皆さんのやっぱ期待に応えるべく、うん、まあだからそういう出来事っていうのはね、私にとってプレッシャーになるわけですけど。そうですよね。そうですね。おもろい落語会のお稽古しなきゃいけない。進撃の巨人は読まなきゃいけない。それから桜も咲いたということで、八女の常陽町には YouTube も撮りに行かなきゃいけない。もう一体俺に何をしろって言うんだっていうね。スケジュールが立て込んでますね。そうですね。しかもなんかあれでしょ、中島みゆきさんの時代かなんか歌えって言われて、もう本当に、この後収録しなきゃいけないんですけれども、はい、新歌っていう企画もありますんでね。はい、うん、もう3月これからのね、まああの半分ぐらいはですね、はい、私もうどこで何をやってるかわからないような状態で過ごしていくんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、さあそんな中でね、やっぱ毎日毎日おもろい家族の話がすごいから、やっぱりこのコーナーってすげえなって思うんですけれども、はい、こちら女性の方、香里さんですね。中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。この前おもろい家族で英語の話が出てたんで、思い出したことをメッセージいたしました。私の親友の話、親友はワーキングホリデーでカナダに行ったきり、なんと現地の人と結婚してしまって、カナダにそのまんま住むことになったんです。お相手の人っていうのが日本がすごく好きで、日本語を勉強している人、いずれは日本で英会話を教えたいという夢があるそうです。そんなある日、親友から連絡が入って、夜の営みの話になります。急なんだよ。急ですね。本当に急なんですよ。カナダっていう話が、まあね、でもここからがカナダっていう話なんですけれどもね、はい、私はずっと疑問やったんやけど、ほら声ってさ、外国人風に出しとん。もうなんていうか、友達同士の電話の会話ですね。そうですね、本当に。なんていうか、もう普段の会話なんでしょうね。はい、私は彼女にずっと疑問やったんやけど、ほら声ってさ、外国人風に出しとん、おうみたいな感じと聞いてみました。返事は Yes。 どうやら外国に合わせて声を出しているとのこと。そしてさらに親友から真剣な相談を受けたんです。英語では仲良しの時に、ここがいいのかって聞く時、 Is it right? すごい。すごいね。これはもう本当とんでもない話が、私ももう長いことというか、もうね、このコーナー始めて20年以上ですけれども、私がモーニングジャム担当してからすぐにもう始めましたからね、22年やってるんですが、こんな話は初めてですね。英語では仲良しの時に、ここがいいのかって聞く時、 Is it right? Is right?
そんな感じでしょうね。Is it right? って言ったいね。うちの旦那さ、日本語勉強しよるやん。やけん、それは聞くときに、ここ正しい。ここ正しい。って片言で聞いてくるけ、マジ笑けてくると、もうそれ言うのやめてとか言っていいやか、雰囲気悪くするやかと相談されたんですが、面白すぎて答えが出ませんでした。中地どう思いますか。すごい話だよ。こんなメッセージが来るからやめられないんですよ、このコーナーが。もう本当いい話だな。面白いですね。そうですね。まあ答えはわざわざ答えなくてもいいっていうね。ここ正しい。ここ正しい。Is it right? ライトは正しいっていうね。それしかわからないっていうことでしょうけれどもね。で一生懸命なんです。いや、いい旦那さんなんですよね。そうですよね。変な話したんで、ちょっとね、ほんわかのおもろい話いきましょうか。はい、お名前は控えておきます。中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。先日次男が無事卒園式を迎えました。その記念にメッセージです。私人より高齢での出産だったんで、保育園で周りのお母さんよりかなり年上でした。次男はそんなこと関係なく健やかに成長。この子が可愛い顔して観察眼が鋭く、周囲や物事をよく見ている子供。大人が答えに困ったりドキッとすることがちょくちょくあります。そんな次男が年少さんの頃、保育園から帰ってきて可愛い澄んだ目でじっと私を見つめるんで、どうしたのとにっこりして聞いたら、なんでママのおでこにはしましまがあるとって。おーい。おい息子。書いてあるからそのまんま紹介しますね。おーい。おい息子。しましまじゃなくてしわしわだ。子供って悪気なく思ったまま言うんですよね。それからシワに効く化粧品に変えたのは言うまでもありません。いつまでも綺麗なままでいろっていうメッセージと受け止めました。息子たちの厳しい視線に母は負けませんよって言ってね。おめでとうございます。おめでとうございます。ね。大変だよ。さあ、それからね、もう時間がないので短くいっちゃおうかな。こちら男性の方、中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。うちの中学生の姪っ子、今度ハンドボールで全国大会に出場します。おお、すごいですね。この姪っ子が学校の勉強しない、忘れ物はする、寝坊はするという三拍子揃った子。そんなわけで中間期末の定期考査は赤点のオンパレード。いつも何らかの科目で再テストだったり補習の常連さ。ところが全国大会出場が決まった途端に猛勉強しだして、今回は赤点を回避することに成功したんです。その赤点回避が決定した翌日、寝坊して遅刻して宿題を思いっきり忘れて、ミニテストあるの忘れてて勉強してなかったから赤点で、しかも聞いたら回答欄が一段ずつずれて0点。大物なのかアホなのかよくわからない姪っ子ですが、大物のアホだということが判明した一日と。大物のアホ。まあでもやっぱあれでしょうね、全国大会出場っていうのが決まったから、はい、どうしてもやっぱそれに向けてね、あのね、留年はできないっていう、やっぱそういうところがあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですよね。だからお尻に火がついたら必ずやる子っているじゃないですか。はい、ね、あの、うん、そのタイプじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、はい、Is it right? いや、これでいいですかって、このコメントでいいですかっていう。ちょっと話です。さっきのが思わず思い浮かんでしまって。
ここ正しい。ここ正しい。もうね、本当。以上、おもろい家族パート2でした。